こんにちは、SJ です。さてさて、2023年も12月に入りまして、いよいよ師走。今回は少し早いですが、その23年に最も再生された動画、題して Watch of the Year Top 10。令和5年を振り返ってみたいと思います。びっくりするランキング結果が待ち受けていますよ。それから重大告知です。今月12月中旬頃に日頃の感謝を込めまして大感謝祭を催します。ご期待ください。でこのランキング動画、このですねランキング動画はその、予定されている大感謝祭の企画と連動しています。というのも年末年始になりますとそれぞれのジャンルでいろいろな感謝祭をやっていますので、検索してヒットした順に応募するという強者もいらっしゃるかもしれませんよね。とりあえず並ぶ、とりあえず応募みたいな。で普段腕時計とは全くご縁のないムーンスウォッチ騒動的な感じ、その一つですが、まあそのようなことを防ぐため、そしてもちろんできたらいつも見てくださっている方に厳選してプレゼントを差し上げたいので、このような方法をとっています。あらかじめご了承ください。その方法をご説明しますね。今回の動画のどこかでキーワードまたはキーセンテンスを申し上げますので、それを覚えていただいて、次回中旬の大感謝祭の時にコメント欄へ付け足していただく、そのような形にしたいと思います。ややこしいですけれど、難しければ難しいほど倍率は逆に下がりますので、本当に欲しい方はチャンスですよね。でまだプレゼントが何かは言えませんが、ぜひご期待くださいませ。それでは早速 Watch of the Year 2023行ってみましょう。今年最も再生されたナンバー10からいきます。これぞ本当のグランド成功、 SNKL45 です。これは23年1月に公開されしました。こちらですね、このウォッチ成功5ですね。つけてみましょうか。リストショットでいきましょう。まあ、ない、要はですね、みんなのサブスクの分もあるんですが、私の所有もありますので、所有の分はこのようにリストショットでいきましょう。やっぱりシェイプがいいですね。まさに SBGR 系そのものといった具合で、本当にグランドセイコのシェイプをなぞっている、このあたりのぐにゃり感とかもすごいですよね。これ、すごく、まあ、手垢がつきやすくて、撮影泣かせとも言えますけれども、とっても綺麗ですね。ナンバー9。GS 開封グランドセイコークォーツ、低価格はやはり安物なのかという SBGX263 のシャンパンダイヤルですね。これは2019年ですよの11月に公開です。これ、動画でご覧ください。今回はマイケル・ジャクソン手袋も2つですね。このフィニッシュが素晴らしい。そうですね。まあ、こう、古さと言いますかね。私の映像の古さみたいな、懐かしいなっていう感じですね。やっぱりグランドセイコー、クォーツの需要が意外や高いということを示していますね。ナンバー8まで行きます。マーフの 38mm。新作ギター、ハミルトン、カーキフィールド、マーフ38です。これは2022年11月、ちょうど1年ぐらい前ですね。ここに隠れていますよ。そしてまあこれはベルトは NATO に変えているんですけれども、これまだ隠してあります。はい。こんな感じですね。いやまあやっぱり超名作ということで、これは映画のインターステラーから来ています。これもともと小道具で作ったものだったんですよね。そしてファンがもうぜひそれを商品化してくれということで、42ミリで商品化しました。そしたら今度は、そのまたファンが、大きすぎて38ミリぐらいで作ってほしいという要望がありましてね。それで38ミリ系を作った。これが38ミリなんです。ね、装着しました。こんな感じですね。そうですから、そのハミルトンの新しい新商品の告知、この告知もですね、もう作ったよ、もうみんな分かった、いや、ありがとうみたいな、そういうまあちょっとブラックジョークの効いたCM でしたよね。懐かしい。まあこれやっぱり名作ですね。うん、もうハミルトンの潮目が変わったと言ってもいいモデルだと思います。これがナンバー8になりました。ナンバー7、セイコー人気ランキングトップ10上半期23年、1月バージョンですね。これは動画でご覧ください。ビッグデータの結果ですが、あくまでも一つの参考としてご覧ください。本当に信用できるデータなの？あ、変なおじさんまだいたんですね。はい、データは正確です。こんな感じでやっぱりセイコーは強いんだなということがわかりますね。そのランキングの分が第7位に入っているということですね。
ナンバー6 SKX-GMT ブルー SBSC-003、 これ成功ですよね。成功の GMT です。これは22年の7月に公開です。まあ人気ありますよね。 SBSC-003ブルーになります、右側。そして001がブラック、両者ともにメイドインジャパンです。でオレンジダイヤルの SSK-005 は末尾が KC となりまして、アセンブルインチャイナ、 K は海外工場、 C はチャイナとなります。これはみんなのサブスクで、お預かりしたものですね。ですから動画でご覧いただいています。ナンバー5、シチズンの無印 iPadNB1050-59。 いやーシーズン入りましたね、国産。これも強いですね。みんなのサブスクからです。お預かりしました。2022年11月公開、やっぱりちょうど1年ぐらい前ですね。こちらセット完了しました。こんな感じですね。もうパッと見どうですか。美しいですね、これ美しい。まあスペックとともにいきますけれども、まずはちょっと見てみたいなというぐらい美しいですね。サイズ感、これ実際に測った実寸ですね。まずワイド、幅ですね。ここの幅、ワイドは、38.0mm です。38mm サイズ。ナンバー4、ベビーグランドセイコー2度目というタイトルなんですが、SZSB011 ですね。これは23年、今年の2月に公開したものです。ここに現物ありますが、これですね、2回目の購入なんですよね。1回目はどうしてもということで、うちの元スタッフさんが、やむなく、退職される時にですね、お譲りしたんですね。どうしてもということで、まあそういうストーリーもあったんですが、こんな感じで、これは、やっぱりちょうどいいですね。SZSB シリーズ、噛みやすいんですが、SZSB、はい。このモデルはとっても定評がありますね。4R のムーブメントに対して価格がやっぱり安めなんですよね。そして風防はハードレックスのぐにゃっと曲がる、球面クリスタルとなっています。このような感じ。やっぱ美しいんですよね。まさにベビーグランドセイコーというのにふさわしい。ここで重大告知です。次回大感謝祭のキーセンテンス発表します。このランキング、今回のランキングの中で自分だったらこれを買ってもいいかな、または持っていらっしゃるそのモデルを次回の感謝祭のコメントに入れてください。例えば、太郎です。〇〇希望、これはプレゼントのところですね。で、私の好みはセイコー5の SNKL45 です。といった具合です。もう一回いきますよ。太郎です。〇〇希望、私の好みはセイコー5の SNKL45 です。これを入れてください。とにかくこの23年の再生ランキングの中でお好みのモデル名を一つ記入してください。トップ10の中でお願いします。そうすると倍率がぐっと下がって当たりやすくなりますよ。ダダーン。さあ、ここからベスト3です。何のベスト3?そう、23年に最も再生された動画ベストでしたね。ナンバー3は SBEJ011 品切れ人気沸騰と、これは23年9月公開ですね。まだ最近の動画ですけれども、こちらですよ。このギラギラ感のいわゆるマリンマスター200ですね。まあ実際マリンマスター200別の40万円で出ましたが、そうですね、200と名乗る、まあ私だったらですね、まあこれだったら20万円以下ですので、10万円台のモデル、そしてセラミックベゼル、そしてこの回転ベゼル。やっぱね、クオリティ高いですね。まあ若干この針が重なり部分ですね。これが厚めということがあって、やや厚みがあるんですけれども、まあそれでもやっぱりさすがのシェイプですね。この、68年代バーといいますか、このあたりのシェイプがすごく好きですね。そして皆さんもやっぱりお好みだということで、これでいこうということですね、セイコーも。はい。これがナンバー3なんですね。なるほど。となると、次行きましょう。ナンバー2、チクタクとセイコーのコラボ。ああ、なるほど。SZSB006 です。ですから、この、姉妹ブランドですよ、ここの。ベビーグランドセイコーとの姉妹ブランド。姉妹ブランドと言いますか、同じ、まあ、様式を使ったということですね。形式を使っています。これは22年の12月ですね。動画ご覧にください。湯箱こんな感じですね。じゃーんとセット完了しました。非常に美しくて、なおかつミニマル
うん、シンプルが際立つモデルですね。そしてヴィンテージ加工で、古き良き感じを出しているコブラバリーカセドラル、そうですね。そして、アラビアが126という風になっています。美しいモデルですね。ということは、他にありましたっけ。堂々のナンバーワン行きましょう。どれだろう、皆さん予測できます。行きましょう。ナンバーワンはここにあります。SKX-GMT の大ヒットモデル SBSC-001 ブラックバージョンですね。これか、なるほど。こちらは2022年7月に公開した、動画です。これが一番再生された23年ですよ。 SKX-GMT これだったんですね。まあ人気としてはブルーの方が高いのかもしれませんが、どうなんでしょう。やっぱり私が実際に持っているというところも影響しますかね。その いろいろ触れるという部分では、うん、そう、ブルーはニモドさんにお預かりさせていただいて、ニモドさんからですね、こんな感じですね。まあやっぱりいつもインスタグラム等々で登場はさせてはいますけれども、まあ、それだけ使用頻度高いんですね。やっぱりこの、まあ、ハードレックスとはいえ、このサファイア風のベゼル、ここが周りがハードレックスなんですよ。ベゼルの表面、こういう感じですね。これこう見ると見えやすいですね。まあ傷は全くつかないですね。まあ、そういうところが、まあ、成功の凄さかなと。で、厚みはやや厚めなんですね。というのもこれは SKX というもう名称を名乗っていますので、スタイルでしたかね。そういった中での SKX のシェイプをそのまま使っていますよというのが逆に売りだということですね。いわゆる SKX のレガシーを引き継ぐと、受け継ぐという意味ですね。はい。で、ブルーがポリッシュにミラーポリッシュされています。これはオールサテンになるんですけども、これも十分ですよ。まあかっこいいですね。うん、パッとね、目を引きますね、やっぱり。どんなところですかね。はい。ということで、いかがだったでしょうかとまとめに入りますが、この圧倒的な成功の強さが光りましたね。動画でまあ取り扱う数が多いというのもありますが、それにしても強いですねと。今年に2023年中に最も再生されたということですから、まだまだ人気がありますね。まだまだというより継続中。ただし、まあ毎回申し上げますが、国産ブランドの価格帯ですよ。このあたり5万6万とか10万とか、スイスメーカーがどんどん押し寄せていますね。マイクロブランドもすごい勢いがあります。ですから、ここで一発国産勢奮起してほしい。もうそのようにお願いしまして、2023年を振り返りたいと思いますね。そして、チャンネル運営をしている自分ですら、まあ、びっくりな結果だったんですよ、これ。皆さん、どうでした？お気軽にどしどしコメントお待ちしています。いやー、成功が強かったと。バイバーイ。